栃木県佐野市では秋山川の堤防が決壊し住宅地が浸水しています。中継です。はい、秋山川の堤防が決壊した現場付近では今重機が運び込まれですね、今コンクリートブロックが積み込まれようとしていますが、吊り上げられようとしていますが、これ以上の川の決壊、堤防の決壊を防ごうと、そして川の水の流れを抑え込もうと、このコンクリートブロック、あるいはですね土のうなどが積み込まれる作業が今現在行われている途中です。消防によりますと台風19号の影響で秋山川は氾濫危険水位を超え、昨日午後8時40分過ぎに堤防が決壊しました。今も次々と川の水が濁流となって住宅地に流れ込んでいて、決壊現場付近の船津川町では浸水などで道路が寸断され孤立状態になっているということです。住民からは逃げ遅れた、助けてほしいなどと消防に通報があったということです。また佐野市では消防がこれまで111人救助したという情報も入っています。佐野市によりますと市や消防に救助を求める通報が複数寄せられていて、今も消防は150人体制で救助活動を行っています。